皆さんこんにちは。今日は日本のアニメをご紹介したいと思います。ゲームで死亡した場合には、現実世界のプレイヤー自身が本当に死亡するということ、仮想世界をめぐる様々な事件の幕開けに過ぎなかった。このアニメはソードアートオンライン2です。アニメの第2シーズンは SAO 事件から1年が経ったある日、ピリトは総務省仮想課の菊岡誠二郎から奇妙な依頼を受ける。それは銃と鋼鉄の VRMMO ガンゲイルオンラインで突如発生した怪現象デスガン事件の捜索であった。漆黒の銃を持つ謎のアバターに撃たれたプレイヤーは実際に現実の世界でも死に至る。その不気味な事件の捜索を断り切れなかったキリトは仮想世界が現実世界へ物理的に影響を及ぼすことに疑いを抱きつつも GGO へとログインする。少女シノンの力を借りたキリトは自らが全ガンナーの頂点たる対人トーナメントパレットオブパレッツに挑む。原作小説2020年4月時点で全世界累計発行部数は2600万部を突破している。